このハガニは、10脚目、モガニカに分類されるカニの一種。1837年、ビレム・デ・ハーンは、日本動物史において、マジャ・アラルデカとマジャ・イロンゲイタの2種を新種として、記載した。しかし後に、この2種は、同一種であり、M ・アラルデカがメス、M ・イロンゲイタがオスであることが判明した。このため1839年、デ・ハーンは、 m プロテウスを新たに本種の学名とした。だが、国際動物命名規約では1839年の記載は無効であり、m アラルディカと m イロンゲイタのどちらかを有効名としなければならなかった。1987年にこの作業が行われ、フエニアアラルディカが本種の正式な学名となった。なお、この間にフエニアア族は族に昇格されている。 インド洋、南太平洋、オーストラリア、航海、ハワイに分布する。水深3から140メートルの珊瑚礁や岩礁、サレキテなど、藻類や海藻が生えている場所に生息する。高長3センチメートルほど。体色は緑色、褐色、黄色と様々で、額に海藻をくっつけることもあり、藻類や海藻に紛れ込むと発見は難しくなる。背負う海藻は、 サボテングサ族であることが多い。オスとメスとで、甲の形が異なり、オスは二等辺三角形となる。主に夜に活動する。禁煙種に、長い子のハがにフえにや長いやとよしオこのハがにフえにや、とよしオアエがいる。寄生虫として、フクロムシ族の一種サクリーナプルケラが知られている。ありがとうございます。